1グループパドックパス、ゲストパスの方はご入場できませんのでよろしくお願いします。ご入場の際のパスのチェックを求めます。ご協力の方お願いします。ピットクルーパスをお持ちの方は、係員に見えるように提示の方をお願いします。ゲストパス、パドックパスの方はご入場できませんので、よろしくお願いします。ピットクルーパス分かるように、係員の方へ提示の方をお願いします。ご協力お願いします。ただいま、ピットクルーパスの確認をしております。ご協力お願いします。ゲストパス、パドックパス、お持ちの方はご入場はできません。ご協力の方お願いします。ピットクルーパスをお持ちの方は、かなり分かるように提示の方をお願いします。ご協力お願いします。はい、ピットクルーパスの確認をしております。パス、パドックパスの方はご入場できませんので、ご協力の方もよろしくお願いします。ご協力お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ただいま、ピットクルーパスの確認をしております。ゲストパス、パドックパスの方はご入場できませんので、ご協力の方もお願いします。ただいま、係員がゲストパスの方で、ただいま、パドックパスの確認をしております。パドックパス、ゲストパスの方はご入場できませんので、ご協力をお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ただいま、メインクラス、モンスター64体の頂点が決まります。シグナルに注目。今スタート、ボールシッター11番高橋、フットは高橋だ。その後ろからゼッケン13番のアロノリュウキが上がって2番手。その後ろからは7番の針谷翔一だ。3列目、7番スイッチのアロノリュウキがサーブを決めて1番手。大塚高橋が止まりました。3列目アロノ、3列目アロノを決めて、アジアプロの通過、ビタルコを突破。そして上がってきた花の後方、石鹸67番、清田宗政。清田は今回、ダブルウッドで、前回大会では F0 を耐えています。Thank you.
3番の高島さんが。